抜いて、中心に火を取り付けます。あ、これでチュートリアルが完了ですね。はい、これ自動的に水が出るってことですか。かっこいいよ、修理。あ、あとはもう好きなようにやってくださいということですね。そうするとですね、レッサーパンの中は一体どこに。これで全てが、はあ、レッサーパンダくん、これ採用してもいいですかね。オアシス、あ、さっきのあれですね、人里離れたオダチ、ここもいいんじゃないですかね。レッサーパンダ、そうですよね。あ、ここでいいですね。ここレッサーパンダ、やっぱ離れた子たちをまず修理しなきゃダメですね。と、間違えた。あ、失敗するとダメなんですね。こういうのは全部壊さないといけないんですね。全部壊してですね、次はシャベル、
いやつですね。この家、大丈夫ですかね。あとは、レッサーパンダくんは、オーンスクラッチャー日よけ、かきね、ですね。あれ？余計がないと、余計がないとですね、レッサーパンダ君は、ですか？あと柿根、もういいんでいいんですかね。ちょっとよくわからないんですけど、とりあえずこんなもんでいいですか。ここまでやれば、トーブルも、プミッシュも、つけるので、これで、いよいよ。ですね。これまで、チュートリアルを進めてきたんですけど、やっと、レッサーパンダくんが帰るようになりましたので、レッサーパンダくんも買いたいと思います。よかった。ここまで結構大変でしたね。私の目的はあくまでも、フェニックさんがいる。コナさんもいる。いろいろいますね。でもね、やっぱり目的は、レッサーパンダくんです。ですね。
でしさパンダくんが変えますので行ってみたいと思います。どうですかね、こんな感じで。え、なに、え、でしさパンダくんってこんな鳴き方するの。あ、かわいい。今ちっちゃかった。ねえ、何がいいですか？あ、じゃあレッサーパンダくんは、マイマイにしましょう。あー、いるいる。あ、ちっちゃい。え、ちっちゃいよ。すごいちっちゃい。え、こんなちっちゃいの？かわいい。かわいいんだけど、え、レッサーパンダくんってこんな風に鳴くんだ。初めて知った。それはそれは、すごいなぁ。この、レッサーパンダくんを、見たいが、ためだけに、オツゲームを、てみました。どこ行くの？大体レッサーパンダくんは最初から飼えないので、まあ他の動物さんを飼ってからじゃないと飼えないんですけど、まあ、というか、この動物さんを、飼うのが、まあ、チュートリアルだったんで、チュートリアルが終われば、好きな動物さんが、飼えますね、このゲーム。まあ、これはあくまでも、動物園、シミュレーター、というゲームなので、ですね、レッサーパンダくんは歩いてるだけで、特に木に登るとかしないんですね。なんかこう、施設みたいのないんですか？掛け声っていうのはどういうこと？ここね、おもちゃ。おもちゃは遊ばないですかね。まあ、日よけは作ってあげたので、いいのかなという気はするんですが、食料と水？ということでですね。あれ？修理が必要です？
水が電気が必要です。ですね、これは給水器を買った方がいいような。扱って大丈夫ですかね。間違えました。2つ。扱って給水器を取りに行かなきゃいけないんですね、倉庫まで。倉庫まで取りに行って。あれ？あ、これで2つなんですね。取りに行って、まずは、さっきの、あれ？か。食べ物がない。まあ、ちょっと待ってくださいね、その前に。給水器を取り外して、ここに給水器をつけます。これで水は自動的に給水されますので、あとはですね、あ、そこですね、ちょうどいいですね。小さな給水器をつけますんで、まあ外すんですけどね。はい、これで今いる。かわいい。なんか餌箱でかいですよね。ああ、餌が減ってきますね。うん、大丈夫？これ、せっかくここにいるのに、なでなでできないんですよね。とりあえず、レッサーパンダくんが買えたので満足だったりしますね。はい、もうまだ3種類しか動物がいませんので、餌がないですね。さあ、確か野菜と果物でしたよね。あれ、ちなみにお水なんですけど、あれ、これ自動給水器ですよね。あ、間違えました。
車取ってこないといけないですね。倉庫まで行って。ありましたね。これを取って、ガゼルさんのところに行きます。これでどうですかね。あ、大丈夫ですかね。あ、こちらの餌がないですね。あ、餌、パンダくんの餌もないです。これで大丈夫でしょうかね。これ門開いてたら出てっちゃうんですかね。門は閉めときましょうね。さあパンダくん出てちゃっても困っちゃうんで、これ逆に言うとですね、門を開けといても出てかないんだったら門の意味ないですよね。入るのが面倒なだけで。あと、ゾウさん、ゾウさんでしたっけ？サイさん。あれ？ちょっと待ってください。あれ？でも、ゾウさん買いませんでしたっけ？あ、ここですね。ゾウさん。え、給水器の再設置？今、どういうことですか？これ、ゾウさん。あ、待ってくださいね。もういい。ゾウさんいましたよね。確かいたはずなのにと思って。ゾウさんもいたんですよね。給水器をもう一個買わないとダメですね。壊れてるんですね。案内板ってどこでしたっけ？あ、それだ。こっちもだけ閉めときます。ここにゲーム要素を入れる意味あるんですかね。これでどうですかね。あ、できましたね。から、今
4種類の動物さんがいますね。給水器は正常に稼働していますということは、つまり壊れるということですね。とりあえずゾウさんのところも給水器にしましょう。じゃないと水なくなっちゃったらかわいそうなんで。あ、待ってください。そうだ、これ買ったものを見に行かなきゃいけないんですよね。わざわざこれで、ゾウさんのところに。なんでですね、これいちいちここの門を開けなきゃいけないんですよ。これ動物が絶対出てこなくて、お客さんが勝手に入らないんだったら門いらないですよね。てか門の開け閉めっていうの工程が無駄だと思うんですけどね。給水器を取り付けると、はい、これで OK ですね。ゾウさんは何か必要ですかね。よけとか、まあとりあえずですね、今いる動物さんをじっくりと見て、これのガゼルさんですね。のがすごいですね。そしてさっきゾウさん見ましたんで、あれ、食べ物が、あ、サイさんって何したっけ、アペレット、採算を一回見まして、なんかすごいですね。そしてあれ、給水器そんな簡単に来れるんですか。さっき勝手つけたばっかりだったような、すごい簡単に壊れるんですね。ちょっと品質に問題ないですかね。これどうやって修理するんですか。電池、アップグレード？やっぱり給水器も壊れるんですね。でですね、最後にレッサーパンダくんをゆっくりと見ながら、
旦終わりたいと思います。それでは。